はい、どうも皆さんこんにちは。いや、結局のところさ、この動画を見てる人って、僕のこの2人に整形しましたとか、フィリピンに旅行に行きましたとか、そういうのを見て登録してる方がほとんどだと思うんですよ。それで、余計なことをせずに、歌を歌ってみたりとか、そういうのをせずに、ちょっと心らでね、一回ちゃんとこの整形した時の話とか、今どういう感じなのかとか、そういう話をしたいと思います。で、やっぱりその男性も女性もそうなんですけど、この目をね整形して二重にしたいとかいう人って多分多くいらっしゃるとは思うんですよね。で、その時のリスクだったり痛みだったり値段だったり、もう知りたいこといっぱいあると思うんですが、結構調べると載ってると思うんですが、本当はどうなのみたいな、実際体験した人がどうなのかっていうのを知るのって難しいじゃないですか。ネットっていろんな無限に情報があるから。なので今日はちょっと最近感じたことについてお話ししたいと思うんですが、いや、特に最近暑いんですよ。暑くなってきて、5月なのに30度超えたりとか、結構真夏日が続いてるんですね。それでなんかこうね、目をこう暑いから汗をこうやったりしてこすったりとかしてて、これって大丈夫なのかなって思ったのがきっかけなんですよ。で、なんか最近ちょっとこの右の方がなんか重いっていうかゴロゴロするから、これちょっともしかしたら埋没法のこの糸が取れるんじゃないかと思ってまして、埋没法って調べてもらえば分かるんですけど、中の筋肉を糸で結んで、筋肉と皮膚っていうんですか、こうなんかグイッてこう持ち上げるようになってます。ちょっとごめんなさい、詳しくは違う動画でも言ってるんですけど、今覚えてないです。とにかく縫ってます、ここ中を。で、ここに糸がこう何点止めっていうのがあって、僕は2点止めなんですけど、この幅、このねちょっとしたここに糸がもともと感じてたんですよ、ずっと。だけど今はあんま感じなくなって、前ほどじゃないですけど、あるのは分かりますね、触っただけで。で、これが取れるのって僕の中では23年で、僕その手術をしてから2年半ちょうど経ってるんですけど、そろそろ取れるかもなーなんて思ってたんですよ。それで調べてみたんですが、どうやらこの埋没法というのは、某有名な先生が言うにはですよ、10年持つと言われてます。で、そんな持つのって思って、いや結構僕の中ではね3年とかって思ってたから、長くて、3年と10年ってえらい違いじゃないですかね。で、話はちょっと変わるんですけど、さっきちょうどねそのもうちょっと思い出したんですが、僕モモンガを飼ってるんですけど、そのモモンガが飼った時は寿命5年って書いてあったんですよ。最近見たら10年から15年に変わってたんですよ、寿命が。超伸びてんじゃんと思って、そんな伸びちゃうんだと思って、多分餌とか環境が変わってるからモモンガも生きやすくなってるかもしれないけど、それぐらい違います、僕の中で。3年って言われてたこの目が10年ってなったら、10年も持つんかいって思って、それで知ってる人の中で埋没法やってる人いたなと思って、どれぐらい持ってるんだろう、もう取れちゃったのかなと思って連絡したら、まだ持ってるって言うんですよ。それ結構昔だなと思って、どれぐらい持ってるのって言ったら12年って言うんですよ。12年ですよ、埋没を。結構長いですよね。そう、それを聞いて、じゃあまだまだ全然なんだなって。で、僕が受けたのは12年前の手術と今の手術違うじゃないですか、多分。でも12年前の手術でもまだ持ってるってことは、おそらく僕のやつもそんなにすぐには取れないですし、取れたとしても、すぐまた受けれることも可能らしいです、調べた結果。ですぐなんか取れちゃう人っていうんですか、この取れちゃう人の特徴というのは、よくこする人とか、アトピーとかでかゆいってこする人とか、メイクとかもそうだし、あとね、眼球が前に出てる人、この眼球自体が前に出てる人っていうのは、多分内側でこすれてっていうか、で縫ってるからこう玉があるじゃないですか、こう糸を結んだ時にこう切る、ここのキュッて、これがなんか緩んじゃうっていうか、取れちゃうみたいな人がいるらしいです。あとは描いちゃう人でしょ、あとメイクでしょ、あとね、幅、僕これ何ミリだっけな、 5ミリかなんかやってるんですよ、こっから。分かりますね、これね、糸ね、これが5ミリか3ミリかみたいなで7ミリでやる人がたまにいるらしいんですけど、7ミリ以上とか、そうすると取れやすいっていうのがあるらしいです。うん、だから3ミリとか5ミリが普通ですよね。普通というか自然見た感じがまあ普通に馴染んでる感じで、僕まあこういう経験してるからなんなんですけど、分かるんですよね、その見た時に。埋没法か石灰かで、石灰してる人はもう完全に永遠に二重なんですけど、正直ね分かります。すぐ分かる。なんかさっきの話の続きなんですけど、ここの幅が厚いリクエストで7ミリとか人も取れやすいし、あとはもともとこの脂肪が多い人、まぶたの脂肪が多い人っていうのは取れやすいらしいです。でそういうもう眼瞼下垂っていうんですか、もう完全にこの筋肉が弱くて下がってきちゃう人とかももちろん取れやすいけど、もう脂肪が多い人ってやっぱり石灰は勧められるみたいですね。だけどそれは分かる。やっぱYouTube とかで切開して脂肪を取ってる動画とかあるんですけど、手術のうわーって思うけど、あれは絶対にもちろん戻んないですけど、見て分かりますね。切ってるし、あとすごい多分むくむと思う、半年間以上とか。俺あれは自然に見えないな。あとなんか、まあ、それもどこを切開してるかにもよりますよね。ラインを作るのにピーって切るじゃないですか。でそこから脂肪を取ってなんかこううまいこと結んで二重にするんだろうけど、なんかそれをさ、だからやっぱ大げさにやりたい人はさ、目があるとするじゃないですか。このまぶたのもっと上7ミリとか10ミリとかいう人もさいるわけじゃないですか。こんなところ二重になるみたいな、あれ不自然ですね、やっぱりね、と僕はすごく感じるし、電車乗っててもあって分かる。でお医者さんも整形外科のお医者さんも分かるって言ってました。ちょっと怪しいなみたいな。だからそれって一概にもう2年半前か経つけど、お医者さんの腕じゃないんだなって思ったんですよね、整形手術って。有村架純さんのお姉さん、有村愛梨ちゃん手術しましたね、整形手術。頭蓋骨を6等分が中にしてこうガコって入れたって結構聞くだけでうわーってなるけど、そういう人僕の友達もねいるんですよ。女の子で歯がこう出ててとか、口元を直すのに本当になんかねバコって、もうよく分かんないんですよ。本人も多分よく分かってないんでしょうけど、やっぱりね見た目も全然印象も違うし、メイクとかね、やりたいメイクだったりやりたいなんかそういうなんかファッションだったりとかも、それだけでやっぱりやりたいものって全然変わってくると思うんで、影響力がでかいですよね。でその彼女もお医者さんにいろんな相談をして、こうしたあしたいって言って、まあ、こうしたいならあしたいって、こうした方がいいじゃないかとお医者さんに言われてたけど、それでももっと頑固な人、有村架純さんのお姉さんすごい綺麗になったし、笑顔も素敵だし、できればお付き合いしていただきたいと思いますけど、なんでやねん。まあそういうの見てて、中にはすごくわがままにありえないような整形する人もいるじゃないですか。鼻もそうだし、目、輪郭とかね、そういうのとか、やっぱりね持って生まれたものとそうじゃないものってやっぱり後で改造したものってどうしても違和感が出てくるんですよ。で僕なんかもお酒飲んだりとかむくんでるっていうんですか、疲れてその一日仕事してとか、やっぱ全然ねこの目がねこうなんか変な感じになるんですよ。むくむもそうだし。でこの間イチローさんが引退しましたね、メジャーリーグの。でイチローさんも言ってたのが、シーズンオフの時ってすっごい鍛えるらしいんですけど、もう彼は筋トレさえしないんですよ、一切。もう後半はね全然その辞める前までほとんどしなくて、素振りだけで、他の人たちはすごい鍛えるんですけど、もうやっぱ意味ないって。特に日本人って線が細かったりする選手とかっていうのは、イチローさんも言ってたけど、持って生まれたものにプラス何かしてもあんまりその持ってるものを全力で生かしきれないらしいんですね。だからゴリゴリに鍛えていくとスイングスピードが下がると、野球でいうと。でそれは筋肉でもちろん当たったら飛ぶんでしょうけど、力がある分ね。でもそのスピードに追いつけない、だからそのニュートラルナチュラルな状態じゃないから、ベストを尽くせないからやめて、もう本当に細いまんまっていうか、そのウェイトトレーニングはしないっていうふうに決めたらしいんですよ。いやー、それ聞いてだから思いましたね。本当に生まれ持ったものをちょっといじるとかだったらまだいいけど、生かせないっていうんですか、殺しちゃってばっかりだと本来の良さが出ない。きっと多分笑顔だったり仕草だったりそういうものも久しぶりに何年ぶりに会った人だって変わらないのってそこなんですよ。表情筋だったりね、なんか歯が綺麗になったねとか痩せたねとかってそれも大きな違いだと思うんですけど、ちょっとそれをこう手術とかねやっちゃうとどうしても違和感が出るのかなと思います。はい、だけど自分に自信を持てたりとかすると周りの人もこう明るくできるような存在になれるという人だったらいいかなと思いますけどね。はい、まあもちろん親にもらった体ですからあんまりやりすぎもどうかと思いますが、もしそういう興味がある方はね、今の話も参考にぜひしていただいて、決心がついたという方はぜひやってみてください。僕のツイッターにも結構質問が来てて、でその質問の中にはいくらかかったんですかとか病院どこですかとか痛くないですかとか女性の方が多かったんですけど、実際にやられた方もいて、あ、やったんですねなんてメッセージ送ったりしたら、はい、とうとうやりました、後悔してないですっていう方もいるので、やっぱり思春期の方とかね、見てる方もいると思うんですが、まあ、不安なこととかもしあったら、なんかメッセージとかくれれば返しますんで、はい、ぜひ聞いてみてください。というわけで今日は普通の話でした。全然普通の話で終わっちゃいましたけど、またお会いしましょう。じゃあね、アディダス。